こんにちは、ヨシヒサです。モンスト大会ストロングカップお疲れ様でした。トーナメントね、入れなくて本当に正直悔しい限りでいっぱいですが、また次回もあるということなので、また引き続き頑張りたいと思います。で、今回はオールスター感謝ガチャがあるということで、1日目、2日目、3日目と、分けて、撮影しています。で、これが1日目の、動画になります。はい。で、狙いは、伏姫と、新アマテラスの使うモンストシャトル、アゲハかな。はい。まあ、あと、シンシス、アザトースか。はい。ってことで。あ、ノアはありがたい。はい。ってことで。ノアはありがたい。ノアでも、ノア結構出るね。ちょっと、メインではなく、サブで弾いています。もう即戦力だね、ノアは。めちゃくちゃ、ありがとう。あの、ゲイの時も使ってたけど。はい、ってことで、2日目の、動画です。なぜかこれ、間違えて、俺これ、あの、オールスター感謝ガチャと思って、引いてしまって、間違えて、モンコレデラックス、引いてしまった。はい、ということで、モンコレデラックスガチャの10連になります。なんか来い、よし。あ、そう、星4もね、星4止まるんですよ。星4。はい。なあ、ヴァンパイア。はい、期待の星玉。さあ、星玉で何が出る。まあ、狙いは伏姫か新アマテラスのシャトル。よし。いや、ここで出たのはめちゃくちゃ嬉しい。で、この2日目の時にやべって思って、あ、モンコレデラックス引いてるやんと思って間違えて、あれ、オールスター感謝ガチャじゃないと思って、間違えて、モンコレデラックスを引いてしまって、はい、オールスター感謝ガチャ、2日目になります。はい、2日目です。まあ、シャトル出たので、まあ、アザトースか、ゼフォンか。はい、星4。ゼフォン、アザトース、伏姫。お、孫悟空。そしてラスト、星6確定枠。あ、ルー。ルーはめちゃくちゃお世話になりました。近畿の15の悟空。400何回ぐらいかやって、450回ぐらいいたかな。刹那が出たのが。はい、ってことで。3日目、オールスター感謝ガチャ。です。確定は今の3日ともなかった。皆さんは確定とかありましたでしょうか。お、タンポポと、巴御前。巴御前、ロイスキャラル、かなりありがたい。持ってないのが結構出てるので、めちゃくちゃありがたい。そして、1と。1とどこやったかな？なんかどっか使うとこがあったよね。はい、ということで、3日目は、こんな感じになりました。皆さんは何が弾けたでしょうか？もしよかったら、コメント欄とか、あと、ご視聴ありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。もしよかったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。
ありがとうございました。